して大観香港ケンタチャンネルケンタです。今日はね、友達の、バーに遊びに行きます。なんかタダで飲めるらしいんで、妻も一緒です。パーティーで行ってきます。チェイ、今日はここ3階にあるチェインバー、ティンバーという方ですねに行きます。はい、ボビさあ、あんな感じで、やってるところです。ぜひね、香港風のバーに行きたいなと思ったら、ぜひ一度行ってみてください。本日以上です。ぜひまたね、バイバイ。バイ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 。さあ、早速本日も広東語をやっていきましょう。終わりの挨拶をした後なので、この動画に気づかない人もいるかもしれませんが、広東語これからもやっていくので、ぜひ生温かい目で見守っていただけると嬉しいです。じゃあ行きましょう。今日はね、また呼びかけようなんですけど、ちょっとお尋ねしますとか、ホテルに泊まっていてフロントに、もしもしフロントですかっていう電話をした場合のパターンを2パターンやっていきたいと思います。ちょっとお尋ねしますは、カタカナでね、今チェンマン、これすごくいいね。正式な広東語ではチェンマン、まあちょっと似た感じかな、間違いないと思います。もしもしフロントですか、ワイチェンマンハイムハイムハイタイトンクワイトン、これすごい古い言い方なんですけど、まあ、正式これをそのままちゃんとした正式な発音に変えると、ちょっと僕もね、発音これ自信ないな、長いな。で、フロントの方が、フロント、はい、そうですよ、ご用は何でしょうかっていう返事は、これカタカナで覚える必要ないですね。もう音で覚えてください。はや、やおめし、有咩帮到你呢？系啊，有咩帮到你呢？これはそうですよ。何かご用でしょうかっていう意味ですね。いう感じで今日はちょっとここまでにしようかな。こんな感じで、ぜひホテルね、泊まってたり、ホテル泊まってたり、ホテルに泊まってたり、
ホテルに泊まってたり、した時に使えると思うのでぜひ覚えてください。チェンマン。本日以上です。じゃあ、またね。バイバーイ。